被災地の復旧・復興を加速させます。北陸地方整備局は今日、能登復興事務所七尾市に設置しました。16人体制で能越自動車道や国道249号の沿岸部の本格復旧など、国が復旧・復興事業を迅速に進めます。また、被災自治体からの技術的な相談なども受け付けます。